構。私と姫路ツアーです。特別に案内してくれる子供たちがいるので遊びにやってきました。明石も初めてだし姫路も初めてじゃないですか。明石焼きも食べていろいろしっかり回ろうと思います。いらっしゃいませ。お邪魔します。もともと高かったか160だったよね。ちょっとめっちゃおもろい。明石の唯一のスポットにやってきました。あ、はい、ちょっと撮れてます。面白い。卵焼き、たこ焼きはソースにつけて食べるけど、卵焼き、明石焼きはだしにつけて食べる。タコ入っとるよね。入っとるよね。綺麗な商店街って感じ。やっぱ違うわ、韓国と違うくない。ちょっと行こうは違う。ねえ、うわ、でかっ。待って、すごっ。あれめっちゃ有名。明石タコが有名やから。そうなんだ。タコ丸々プレスした。すごいね。ほんまに卵焼きみたいじゃない。だしが美味しい。たこ焼きよりかは柔らかめ。普通にわかるじゃん、お寿司屋さんのさ、抹茶。平和だな。子供たちの商店街こんな感じでした。いいですね。コーヒーだ。いらっしゃいませ。コーヒーいかがですか。それの、こうなんか醤油と酒みりんかな。それが美味しい。美味しいけど高い。わあ。卵天。저는잔서를옮기고힘내지러왔습니다힘내지러옮기만하는것아사무인가네こういうもん好き。芝来てる。芝してますね。かわいい、嬉しそう。芝さん姫路城ね、曇りとかだったらね。いや、店の人美味しい。じゃあ美味しい。スイートポテトも美味しい。マジで、スイートポテトですか。どっちも買えるけど。選びました。
のゆかりのある、15年ぐらいのゆかりのある。どれどれどれ？こっち。人気すぎて席がないかも。かっこいいよね。あ、はい、よかった。インスタで、うん、あとパフェと、うん、でもとっても美味しい。そんなクレープ美味しいよね。わあ、すごい。はい、うん、美味しいね。美味しい。すみません。うん。前ママにこの間会った時にさ、リュウが来ること言うとって、でママも会いたいって言うとって、そっから昨日一日がママ連絡したので、今日もママ連絡してなくて、今日リュウ会えるやんなって確認が入ってきた。連絡しなさすぎて。だからまあ今間に合ってマンコと戯れます。めっちゃ可愛い。オムレツとゆで卵と一つずつ。はい、飲み物が、はい、はい、あー、いやですね、はい、キャンディーすごいね、豪華だね。一番の買い物、うまっ、うまっ。アーモンドバター自体が有名な店はさ、別であるよ。別にもあるな。ここがでも一番有名。そうなんだ。うん、でいいと思う。ナポリタン？いや。違うの？ケチャップ炒め。え、ケチャップパスタ。動揺して。すいません。マグロの甘さふわふわあります。なんか、あれだわ。このマグロの弁当に入ってくるこれのソースみたいなのがスーパーに売ると、マジで、これでも姫路の人結構これ好きなのと多いんや。これ食べてモーニングいけんね。